まあ、リレミトも使えないから、もうあとは、まあ、死んだ方がいいと思うんですけど、死ぬまで探索しようか。あとどこがあったかな？があったっけ？探索できるところ。何もめぼしいものがない。はぐれメタルとか出てくるそう。これワンチャンあれだね、攻撃したら会心出ちゃってがないかな。いや、俺タッサンかな。俺タッサンかな、マジで。俺はタスさんですかね。リブルアーチに行く手もなくはないんですけど、なくはないんですけどね。クネオさんじゃなくてバルムさんですね。バルムさん、バルムタンさん。最近はちょっと名前がコロコロ変わってるんで、ちょっと把握しきれてはないですけど。タイマー使った方がいいんじゃないか。タイマー使ってます。タイマー使ってます。携帯で。知ってる、知ってる。 3DS でやってる猛者がいたのはね、もうびっくりしましたね。明らかにこの岩の真ん中って言われたらもうこれしかないんだよな。そこの岩なんだよな。そう、トラペッタ地方だけでだから千何時間かかるでしょあれ。これですね。じゃあとりあえずもう一回2回目の挑戦、今から、仕掛けていきたいと思います。よーい、スタート。若干のズレも許されない厳しさね。ちょっとだけ、ちょっとだけこっちだな。いきまーす。成功してほしいな、今度は。東に30秒、28、29、30、だいたいこの辺だね。で次は北側に8秒進んでいきます。よーい、スタート。4、5、6、7、8、まあだいたいこの辺ですね。であとは北東側に22秒進んでいきます。おおむね合ってると思うんだけどな、北東。あー、ちょっとずれた。これぐらいだね、北東は。9、10、11、12、13、14、5、4、3、2、1。おっ、来たえ、お前ら、誰ですか？なんでわしがこんな寒い思いをせねばならぬのだ。これは全てドルマゲスのせい。いや、奴は猛進だか。では、レオなんとかという犬のせいで、誰だ誰ですか？ぶつくさ、うるせえな。こっちだって寒さに気が立ってんだ。ちったら黙ってろよ。なんじゃと？別に何の迷惑がかかるわけでもなし。わしが何を言おうと、わしの勝手じゃ。他人にどうこう言われる筋合いはないわい。あ、なんか奥にいるなんかトランクスみたいな人誰ですかねこれね。あとなんかスカートひらひらの、スカートひらひら、誰ですかねこれ。この人たちは。ああ、全く腹の立つ。わしは先に行くぞ。もうドルマゲスは倒したみたいですね。ドルツさんじゃない、ルインさんこんばんは。やばいな。あ、イベントが。
あ、雪崩が。ああ埋もれましたね。これ普通にね、死ねるからね。雪国とかでこれあったらね。いやあ。俺これ昔なんかな、フランダースの犬の目が変わったバージョンみたいなことなんかすごい枠で言った気がする。昔の低レベル、旧低レベル攻略の時に。扉を犬が閉めていきましたね。はい。ということで、まあメディーバーさんの家に来たわけです。ね、皆さん知ってますね。ここで結構胸クソイベントが、まあ、起こるんですけれども、なんかアイテムとかあったかな、小さなメダルぐらいが確かあった気がする。焼け落ちる前にアイテム回収しとこっか。そうじゃないと後からね、これね、取れなくなるからね。メダルがね。メダルだけだったかな、多分。後のアイテムはなんか大したもんなかった気がする。メダル、あ、こっちにもあるね。これなんか2つ入ってた気がするんだよな。特薬草と、いいじゃん、特毒結晶とか。これもうあれだよ、オセアの時に野草のお姉さん戦をする必要がないからね。で、本当だったらここら辺で普通のストーリーだったらダンを取ってるはずなんですよね。ダンを取ってるはずなんだけど、まあ誰もいないんですよね。そう、誰もいないと。一応本とかちょっと読んでみようか、せっかくだしね。さあ、なんか多分錬金のレシピかな。その後の賢者という本がある。七賢者の一人、大学者カッティードは暗黒神との戦いの後、ふるさとである雪国へと帰っていった。伝承によると、ふるさとへ戻った、彼は、暗黒神との戦いの全てを後世に伝えることを志したという。もしカッティードの残した何らかの資料が見つかれば、それは歴史的発見となるであろう。本がまたありますね。最高の防寒具という本だ。賢者のローブはある赤い草を魔法の水に溶かした染料で染め上げることができるという。こうして赤く染まったローブはどんな吹雪もものともしない非常に優れた防寒具になるのだそうだ。スライムは、錬金ってなんですか、錬金って。錬金レシピノートに今のレシピ情報を書き加えた。赤いローブイコール、賢者のローブプラス魔法の聖水と、これあれかな、多分、抜くそうかな。錬金ってなんですかね。ちょっとよくわからないですね。あ、錬金、あ、そういうことか。連続出勤の略か。ああ、なるほどね。はい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 。確かここら辺に、あれだ。小さなメダルがここにもあるからね。これ取り逃すとね、コンプリートできなくなるんで。風呂入ろうと思ったら親が入ってて、苗だって。入れなかったんだ。吹雪の魔女。これ、スクエニの本だったらあれだよね。ステータスが不明になってるやつだよね。さあ、レベル1の主人公が雪の大地に立っている。なんだかとても感動しますね。でも、オークニス行けるんだったら行きたいけど、結構しんどいな。オークニス行けるかな。行けるなら正味行きたいけど、いや、行きたいな。行きたい、行こう。あれ誰ですか。あれ、あなたは生きていたんですか。あ、そうですか。なるほどね。雪崩起きたんだけれども、なんとか生き残った人たちだというね。やれやれ、ようやくオークニスに着いたようじゃな。それにしてもヌークソーの子の、なんか、ついに幻覚でも見ていらっしゃる。幻覚でも見ていらっしゃるのかな。効能は大したものじゃ。雪道を歩いていても、ちっとも寒くならんわい。これなら外にいても、苦にはならんな。わしはいつも通り、町の外で待っていることにしよう。だそうですね。これもういけるよね。これはいけるよね。入れ入れ。よーし、入れた。あら、あれ、いつもだったら、オークニス出迎えてくれる、ここで寝転がってる、あの人がいないんだけど。ゴロツキがいないんだけど。ゴロクリ、アラクレか、あれは。アラクレがいないんだけど。いや、ありがたいですね。とりあえず、ちょっと、漁りたいですね。漁りたい。ちょっと、ついに本も読んでみよっか。教会にね。
輝きの素材という本だ。光のドレスはその名の通り、まばゆいばかりの聖なる光に包まれている。故にこのドレスを錬金術で作るなら、その素材にはとにかく光り物を集めなくてはならないだろう。スパンコールドレスを、宝石や腕輪で飾りつければ、どうにか同じくらいに眩しく輝くだろうか。あれ、錬金レシピノートってなんだろうね。今のレシピ情報書き加えと。しかもスパンコールドレスをこの段階で持ってるというヤバさよね。なぜかね、なぜか一着持ってるというね。痛いね、普通に。守りの種。いいアイテムだ、守りの種。魔法の鍵は回収済みでーす。氷でいたずら。俺昔低レベルの時に中庭のあの氷のところでさ、ゼシカのパンチだとか言ってなんかめっちゃ喜んでたよね。マジガキだと思う、本当にあれは。経験値があるから無理だね。ダメです。すいませんでした。無理です。と思うけど。普通にレベルをね、いくらでも上げていいとして。割っていきまーす。守りのルビー。守りのルビーはね、素晴らしいアイテムですね。まあ、なんせね、あれなんですよ、守備力15もね、あるんでね、金の指輪のさらに上位互換ですね。小さなメダル。お、何入ってるんだっけ、ここは。刃のブーメラン。ちょっと待ってくれ。この段階でブーメランよりさらに強い刃のブーメラン。トラペッタにも売ってないんだけどな。魔法の聖水、コウモリの羽。じゃあ終わりかな？これ全部探索したかな？したね。オッケーですね。ラパンハウスってこっからどうやって行くんだ？そう、鈴を一応取りたいんだけどね。無理かな？でも鈴なんか取ってる余裕なさそうだよね。こっからだったらめっちゃ歩きそうだな。まあ、キラーパンサー。ちょ、イベントだけは起こしとこう。とりあえずチャンスがあるかもしれないから。まあ、一応イベントは最初のうちにこなしときたいと思います。オッケー。入れた。まあ、なんだっけ、これ、カラッチだっけ？なんかそんな感じの名前だった気がするんだけど、カラッチさんいますね。なー！よく来たな！ここはキラーパンサーの地、ラパン様のお屋敷だなや。オラはラパン様の嫌いのカラッチだなや。おめさたちもラパン様に会いに来ただが？なあ。だがしかし、ラパン様は今日もいつものようにお忙しい。誰かで構わず、会うことはできん。よって、おめさをラパン様に会わせてええか、オラが面接して判断する。正直な気持ちをオラにぶつけるだ。最初の問い。雨の夜です。あなたが、家路を急いでいると、足元から子猫の鳴き声が。子猫は冷たい雨に濡れています。しかし、あなたが一緒に暮らす家族はみんな猫が大の苦手。さて、あなたは、その子猫をどうしますか？雨に濡れない場所に移動します。な。次、第2問。あなたはある王様の家来です。今日は王様と狩りに出かけましたが、なかなか獲物が見つかりません。そんな時、あなたは森の中で罠にかかった虎を発見しました。王様はその虎に気づいていません。さて、あなたはどうしますか？ということで、これを、虎の罠を外して逃がす。なあ。最後の問い。あなたは旅人です。旅の途中、一頭のキラーパンサーがあなたに襲いかかってきました。あなたはそのキラーパンサーに勝ちました。しかし、キラーパンサーは仲間になりたそうにあなたを見ています。さて、あなたはどうしますか？ということで、キラーパンサーを仲間にする。なぁ？結果発表してくれ、早く。あれ？これ最後の選択肢間違ってたっけ？クソ野郎！クソ野郎！もう俺切れた！もう俺答え知ってるからもう全部残虐な回答にしてやる、マジで。おぉ、覚えとけ。もう俺、お前は俺を怒らせた。待って、面接間違えた。お前は俺を怒らせた。俺を怒らせたぞ。はい、行きまーす。はい、何度でも同じ問いが来るんだから。はい、気づかなかったけど帰りまーす。帰れよ。はい、2番目の問い。王様に？もうそんな俺が出世したいんだから当たり前じゃないか。もう虎を、どうしようかな、殺してから王様に見せるよ。殺してみせたら一番手柄になるだろうからね。はい、最後の問い。
当たり取れさ、もうそんなとどめずに決まってんじゃん。キラーパンサーなんかもう興味ないから、うん、殺しますよ。結果発表。良くも悪くもおめえさんは正直者だよ。オラおめえさんのそのメリハリの効いた性格が気に入っただ。さ、通るだよ。さ、通ります、通ります。さら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 。お、あなたは机じゃない、なんか空中になんか変なもの書いてません？大丈夫ですか？それお仕事お忙しいんですか？おう、カラッチではないのじゃな。あやつが中に人を通すのは珍しい。わしは今ちょっと忙しいのじゃ。待て、待っとけ。キラーパンサーだからとどめを刺す前にこっちがとどめ刺されそうだよね。わしがラバンじゃ。どうやら、お前さんは旅人のようじゃな。おう、さすがカラッチが中に通しただけのことはある。澄み切った優しい目をしているの。お前の家来は、まあ、ともかくとしてお前の目が節穴であるということだけはすぐ分かったわ。もしかしたら、お前さんならわしの代わりが務まるかもしれん。よし、お前さん話を聞いてくれ。実際じゃな、わしの古い友がある場所で道に迷っておるのじゃ。本来ならわしが行って奴を導いてやるべきところなのだが、見て通りわしは多忙じゃ。ここを離れられん。そこでお前さんに我が友の道案内の役目を果たしてほしいのじゃ。お前さんならきっとできよう。どうじゃな、わしの頼みを聞いてくれるかな。よし、聞いても差し上げます。はい。お前さんたちもここに来る道中一つ見たかもしれんが、この近辺には4つのキラーパンサーの像があるのだ。そしてその4つの像が見つめる中心に明け方にしか見えない不思議な木があってな、我が友はその近くにおる。はい、皆さん質問でーす。夜中中にこの木の根元にいて埋まったことのある人、正直に挙手。お前さんたち、そこへ行って、そやつめにこれを渡してくれんか。はい。深き眠りの粉という、ちょっとなんかね、意味ありげなね、粉をね、いただきましたね。はい。じゃあこの粉をどういう風にして活用していくんでしょうかね。利口なやつゆえ、それを渡せば、言わずとも、行く道を知るじゃろう。あ、礼をくれるそうですね。はーい。じゃあ行っていきたいと思います。おっと、そうじゃ。お前さんたち、キラーパンサーに乗ったことなどないじゃろう。いい機会じゃ、カラッチに行って借りていくとよい。キラーパンサーに乗ってなら目的の場所にも早く着くぞ。あとの話は外でカラッチに聞くんだな。ということで、行きます。そ、空渡ってきてたから実際見てないんだよね。な、どうしたら？まずかラパン様の中におらんかっただか？なことないだよ。なんとな、ラパン様に頼まれ事をされただか。しかもキランパーサーに乗る、許可までもらったとは、おめえさんたちよっぽどラパン様に気に入られただな。かあ、おめえさんを通した、オラの身に間違いなかったら、さっそくキランパーサー乗るだよ。よし、乗ります。はい。いや、怖いよなぁ、この牙。マジでこの牙怖いわ。確かに、太刀っておかしいよね。俺仲間誰も連れてないんだけど。こいつらなんか変なものが見えてるんじゃないかな。あ、トーポンのことだよ、トーポンのこと。多分。はい。キラーパンサー乗る上での大事なことをいくつかおめさんに教えておくだよ。でもこれはいいわ。とりあえずもうスルーで、もう解説は何周もやってるんでね。飛ばしていきまーす。ところでさ、俺すごくさっきから気になってるコマンドがあるんだけどさ、皆さんちょっと付き合ってくれます？これなんか仲間っていうコマンドがあるんだけど、これ何ですかね？今は仲間を連れていない。仲間を連れていないのこれなんか出るとかよくわからないですよね。やばい。めんどくさい。非常にめんどくさい。ここ、下までしっかり降りていかなきゃいけないのか。あー、一発で死んだか。これ、鬼畜だな、マジで。いや、これ無理でしょ。これ、キラーパンサーのイベントこなすのは割と現実的じゃない。え、じゃあ行くわ。ちょっと変えとくわ、これ名前。目的ザバン撃。ちょっと待ってザバン撃破。お前 PC の変化どうなってんだ。ザバン撃破。だからなんで撃破が撃破になっちゃうんだろう、これ。はい、とりあえず目的はザバン撃破でいきます。でカウンターは
まあ、とりあえず試行回数はクリアからの 1回目でいきましょう。はい。正直あれか、ここでお祈りをちゃんとしといた方がいいよね。セーブガイドこう。じゃあとりあえず今からは、まあ、ドラペッタの探索とかももうどうでもいいので、正味ザバンとかなんか全然わかんないけど、ザコでしょ。パターン把握しとけば、パターン把握しておけばそんな強くないと思うし、一人でもいけんのかな壁いないんだけど、壁いないけど、このこれでいけるか。ああ、えあれおお、スライム待ちかねたぞあれそれでは水晶を求めて滝の洞窟寺に行くとしようぞ。わしとミーテはスライムの後をついていく上、用があるときは話しかけるのじゃぞ。いざ出発だ。誰いや、マジで誰。いや、普通に誰。いや、ガチで誰。おっさんいつの間に状態なんだけど。ダメ。一番怖いのはメラゴーストのメラ。いきまーす。はい、駆け巡りますよ。地味にね、俺ここの最短コースを未だに知らないっていうね。え、なんか、トラペッタ出たばっかりのはずなんだけど、あれこっちじゃないな。方向ずれてる。こっちだね。もうちょっとそっちだね。いきます。あ、じゃあ仲間見てみる？もしかしたらこれで戦歴とか見れんのかな？ちょ、戦歴見てみる？ちょっと普通に気になるし。あ、仲間ずれてないわ。ちょ、戦歴開いてみよっか。1ターン最大ダメージ。モンスターと戦ったことがありません。なのに総波及で 31.2kg だからね。ちょくちょく見るように。これ一回じゃあ、最初開いたからもう一回開こっか。全滅が多いの。あまり前のめりにならずに慎重に行った方が実は近道じゃぞ。だって。まあ、全滅は多そうだね。方角的にはこっちで合ってるんだけどな。普通のチーズのイベントこなしといた方がいい？まあ、全然、敵強くないから全く問題ないんだけど。敗因ちょっと、なめぷしてた。なめぷしていました、みたいな。さあ、ザバン、行きまーす。そう、力を持ちすぎたゆえのね、悩みだから。どうやら着いたようじゃな。わしも行きたいところじゃが、ミーテを危険な目に合わすわけにはいかんのじゃ。水晶の探索はスライムに任せ、わしとミーテは外で待っておる。気をつけて行ってくるのじゃぞ、だって。